はい、皆さんこんにちは。エルフラワー代表の長塚修です。今日はこちらの赤バラとかタイガーベラとか、まあ、赤系のお花を中心とした花束の作り方を皆さんにお教えします。まあね、こういう花材の花束は前にもフラワー TV の方でも紹介したことがありますけれども、まあ、皆さんねご存知だと思いますが、同じような花材でもお花って一本一本全く違う顔をしてますので、違うまた影みたいなものにぶち当たりますね。なのでまあ何遍もねこう繰り返して見ていく、こちら、まあ、会員向け動画になりますけど、まあ、こういう会員向け動画も、どんどんこれからアップはしていきますから、何遍も見ていくというのは大事だと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、まず最初にこちら、このドラセナですね。これエルフラワーも同じのドラセナを1枚ずつにこのように分けていきます。大きいものを使うと作るときはいつもこのようにね、長いドラセナを1本用意しましょうとお話ししていますけれども、まあ今回もねこういう長いドラセナ最初に取っとくのはいいことです。なぜなら、まあ、短くしちゃったものを後から長くすることはできないので、こう長くして取っておくということは、まあ、最初の段階では大事なんですね。なので、まあ、必ずドラセナは、まあ、こういうふうに一本はしていく、しておくっていう習慣をつけることはデザインを作る上で大事なことかもしれません。あとのドラセナの葉っぱを、まあ、このようにパーツに割ってますね。そしてこうパーツに分けたものをこのように丸めてホチキスで留めます。ホチキスの留め方は、この動画の中に入っている巻くというところをご覧ください。そうするとホチキスの留め方がよくわかります。はい、ではねこれから制作に入っていきます。まず最初にこの赤バラを持ちます。